はい、バイナリーオプションスペシャリストの半間岩尾先生です。先週16連勝デモトレードで、16連勝しまして、ライブに変えまして投資を今週から始めました。今までシグナルがあまり出ないでですね、3回ぐらいでした。月曜日なんかは全然シグナルが発生しませんでした。人工知能の指示が全くありませんでした。しかし、今日また稼ぎ出しました。連勝4連勝ぐらいですかね。4連勝ぐらいですね。素晴らしいですね。今月ね、途中から始めて1割ぐらい稼ぎ始めましたね。途中からでね、1割ぐらいになっちゃいましたね。4万円が4万3000いくらですからね。もうすぐ1割になっちゃいます。途中から、先週から始めてね、今週から始めて、先週から始めてね、終わりから始めて、今日まででもう1割近く、一週間で稼いじゃいました。こんな調子で資金が大金だったらもう素晴らしいですね。しかしまだ怖いですね。たくさん途中で投資資金をね、アップし、結構多く投資して、数を多く投資しますからね。負けるとずらーっと負けます。これなんですけども、この資金がね、この通り、43,193円になりましたね。素晴らしいですよ。このバイナリーオプション。ここはね、完全自動売買が禁止になってるんで、インジケーターからね、コンピューターが、僕にね、女性の声が、女性からね、指示、何の通貨国かとか、上に買うか下に買うかね、買うか売るかっていうようなことを指示出してくれるんで、それで手入力で私が動いてインプットして投資します。これだけ稼げればもう本当に億万長者ですよね。だんだん資金が上がっていけばね、こんな感じで稼げればもう満足。10億円とか100億円稼げますよ。それからね、この3台ありますでしょ。昨日これ勝ち越したんですね。こちらの方はね、右側のパソコンね。これもデモで試験中ですけど、1000円勝ち越しましたね。投資で。ね、試験投資成功です。こちらね、ズルトレードでシグナル発信してるやつです。今、プラス3ドル、ちょっとですね。これも試験が、今のところね、500ドルぐらい負けてんですよね。総合でね。520ドル負けてんですね。途中で 0.1 ロットで、投資でね、だったんですけども。また戻してね、試験投資なんで 0.01 ロットで、これシグナル発信してます。とにかく私だけ稼ごうとするとみんながずるいっていうことを言ってきて仕事にならなくなっちゃうんで、私のシグナルね、投資事情をね、わざわざこれ儲けてるんですよ、皆様方に。僕はこちらのバイナリーオプション、と同じような系統の投資方法なんだけど、こちらの FX なんで、デイトレイなんですね。同じような方法で、1日1回投資するんですけどね。それで勝敗を決めると1日で。ある時間に、決算しましてね、全部ね。で、各々通貨ごとに計算する時間は変わってきます。その通貨であった決算時間ね、デイトレイに、合わせてね、完全自動売買してます。まだこれ試験中ですけどね。本当にこれ損害もあんまり出ないんですね、デイトレーだから。負けてもね、1日で損害しちゃ、
決算しちゃいますからね。とてもいいですね。こちらの方もね、こんな感じで稼げてりゃいいなって感じですね。4連勝ぐらいしてますね。30分です。30分、コンピューターが言ってます。この女性の声ね、人工知能なんですよ。神様みたいな存在ですね。僕にとってはね、このコンピューターの女性の声は神様ですよ。神様に習って投資しております。素晴らしいですよ。で、こちらの方ですね。今度こちらの方デイトレ。これ、稼げるようになったらライブでやりますけどね。投資しますけどね。シグナルで利益で稼げるようになって、その予算でね、今度ライブに投資していきます。こちらはもう、バックでもですけども、もう資金入れてるんで、ライブの方はね、うまく稼げるんだったらライブに切り替えます。ね。で、あとね、この会社のメーカー自動売買禁止なんですけど、自動売買禁止じゃないところの口座持ってまして、今、調整中なんですよ。パソコン3台だけじゃ足りなくて、動かせなくてね、また後でパソコン増やします。光回線と私の ADSL2 つ今使ってますので、それでね、今度また、時期見てパソコンもう一台増やさないと、ちょっと間に合わないですね。困っちゃいますね。オークションでなんかいいものの、作ってるやつで、なんかいいの、揃えようかななんて、もう考えてます。まだ今のところいいかな。稼いでからですね。稼げるような